池田恵美のリファーラルフォーライフ。時刻は十時三十分を回りました。皆さんこんにちは。池田恵美のリファーラルフォーライフのお時間となりました。今週もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組は面白いよう形の AI プランニングと。 壮大なビジネスと雄大な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けしておりますパーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしておりますビジネスコーチリファーラルマーケティングコンサル池田歩美ですこの番組はリファーラル紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報や とっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です双方向でお伝えしていきたいと思っております番組では皆さんのメッセージご要望ご質問どんどん募集しておりますメールアドレスは 797-fmgino1.com 797-fmgino1.com までお願いいたしますスマートフォンでもお聞きいただくことができますツーキャスやリスラジで,おで <laughs> 配信してますのでぜひ fm 技能を検索して、えー、お聞きくださいねアプリケーションもご覧いただきながらお聞きくださいツイキャスからはコメントもお待ちしておりますはいさてさて今週も始まりましたいやーもう連日暑いですね今週は東京からお届けしておりますまあ先週ねお盆 だったので、まあ、お盆休みで夏休み取られてる方も多かったんじゃないかなというふうに思いますけども皆さん、えー、どんな夏休みお過ごしだったでしょうか楽しかった、えー、夏の思い出、ね、久しぶりに、えー、旅行しましたとかね、えー、田舎に行っておじいちゃまおばあちゃまと過ごしてきましたよなんて方もいらっしゃるかもしれません楽しい夏の思い出ぜひ、えー、コメントでお知らせください。 えー、このお盆休みも終わってもうねお、えー、仕事モードに戻っている方も多いいと思います、まあ、今回ねこのお盆に台風の影響で新幹線とか飛行機とかにね大きな影響が出てしまって大変な思いをされた方も多くいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますがどうでしょうもう日常を取り戻していらっしゃいますでしょうか。私は直接台風のの被害っていうのがなかったんですけど えーまあ、どうしてもちょっとねこう一人で集中したいっていうか、えー、整理したいなま,まとめたいなってことがあったのでお盆中は山中湖にある別荘にこもって頭の中を整理してきましたまあい,いつもならね富士山のこうエネルギーをドーンとね素晴らしい姿を見てエネルギーをもらったりとかもう富士山を眺めながら、えー、コーヒー飲んだりするのが大好きで。 それをのんびりしながらあれこれ頭の中を整理するっていうことをするんですけど残念ながら今回は本当ずっとお天気が悪くって一度も富士山を見ることができなかったんですよねまあねそれでもこうちょっと1人でこもってたまにはこうじっくり向き合う自分の中を整理するなんていう時間を作るのは本当に大切だなっていうふうに思いました。 私はこういろいろね書き出してみてこう整理するのが好きなのでちょっとこう頭の中をもう全部いろんなね書き出してみてやることやらないことっていうのをね見極めてきましたおかげさまでもやもやしてたことがはっきりすることができて具体的なアイデアも浮かんでよしこれから頑張ろうなんてね、えー、気合を入れてこう切り替えることができました。 <laughs> なのでね今週はもう超私の中エネルギーがみなぎってるっていう感じなんですね。えー、今週末あこの週末から、えーまあ、今日までなんですけど東京で4日間の集中講座がありまして各地から紹介でビジネスを拡大したい起業家の方とか <laughs> 経営者の方々が集まって。 この連日ね、猛暑の中、またこの東京ってちょっと暑さが違いますからね、えー、そんな中でも皆さんね、頭から湯気出しながら頑張っていらっしゃいます、えー。この講座期間中に受講生の方々と懇親会を途中で開くんですけど、まあ、そういうときのお店選びって結構迷ったりしますよね。皆さんはどうやってそういうお店とか決めたり、ね、探したりしてますか私は えー、おかげさまで全国どこにでも受講生さんとか仲間がいるので地元の方にお店のおすおす,すめのところを、ね、聞いて決めることが多い,多いんですよね。まあ、ね地元の方の方おすすすめって間違いないなですよねもちろんネットで検索することもあるんですけど、まあ、その中で参考にするのは、まあ、お店の情報もそうなんですが、えー、そこに投稿されてるお客様の声とか評価 これらも参考にはなる、ね、情報ですよねで。それ参考にはなるんですけどどれも実は自分が知らない不特定多数の方のご意見だったりしますよね。でまたネットって情報をこう操作できちゃったりもするじゃないですか。それよりも自分が信じてる人とか影響力のある人からのおすすめっていうのは迷わず選べますよね。 えー、まさしくそれが紹介の醍醐味です。なので今回も、まあ、この東京のね今新橋というところにいるんですけどサラリーマンの聖地なんて言われてますけど、まあ、この辺で、えー、のお店に詳しい方にお伺いして、まあ、こういう人数でこんな感じのお食事で、えー、楽しみたいんですけどどっかないですかで特にその日がね土曜日だったので。 このサラリーマンの聖地はです、ね、土日サラリーマンの方あんまりいらっしゃらないのでお休みしちゃってる、えー、とお店やってないところが結構多くてですねそういう条件の中でもいいお店っていうのを今回もご紹介いただいてみんなで美味しいお食事を楽しんできました是非、うん、皆さんもですねもちろんネットで検索するのもとっても、えー、簡単ですし えー、情報も早く取れるっていうのもあるんですけど皆さんの影響力のある方信頼できる方にも是非お伺いしてみてくださいさてさて、えー、今週はね今お話ししました、えー、東京で一貫して予測可能なビジネスリファーラルを生,む、えー、生み出す仕組みを学ぶ講座を開催してるんですけど、まあ、トレーナーはね私が務めてるんですが。 今回はコミュニティ選びの重原則ということについてお話ししたりしています。まあ、その代表的なものも今回ね、皆さんにもお伝えしたいなというふうに思っています。というのは、最近なんかこうコミュニティって結構流行ってませんか結構いろんなところにね、皆さん、えーかえー、参加されたり活動している方多く聞かれるんですよね。それはやっぱり人とつながりたいとか。 仲間を増やしたいなっていう考え方をされる方も多いんじゃないかなっていうふうに思います皆さんは今どんなコミュニティに参加してますかねもちろんこうビジネス系のものもあったりとか、えー、趣味とかねスポーツのコミュニティなんかもあるかもしれないし自己啓発とかっていうのもねあるかもしれませんねまあ、一言コミュニティといってもいろんな 種類のままたいいろんな目的で運営されているグループがありますこのコミュニティの種類については6月21日の放送でお話しさせていただいてますので詳しくはセンティブジャパンの YouTube チャンネルでお聞きください。えー、せっかくですね、えー、そのコミュニティに加入するならばそこで思いっきり楽しんだりとか活躍したりとか学びがあったり 得るものがあるところを選んで入った方がいいですよね。皆さんはネットワークグループ、コミュニティってどうやって選んでるんでしょうか。うん、選ぶのもとっても大切ですよね。加入する前にいろいろ確認したり調べることもあると思います。その際、何を基準に、どんなことを理由に加入するって決断するんでしょうか。 その選び方のポイントを今日はお伝えしたいと思いますまずはね、大事なのは加入する意図ですねあなたが何でそのグループに加入するんでしょうかその加入目的は例えばビジネスとか情報サポートまたは楽しみや学びなど人それぞれなんですけどビジネス上の結果を出すための加入であれば 成果にががるところを選ぶ必要がありますよね楽しみだけのために集まっている組織とは全く違うフォーカスがなくてはならないっていうのも大事になってきます。そして2つ目はそのコミュニティその組織は設立して何年ぐらいになるんでしょうか歴史ある組織がいいのかそれとも新しい組織の方がいいのか。 あなたの意図によよっってては違ってきますよね実績ある組織に、えー、所属することがあなたにとって、えー、信頼につながったりとかメリットがあるのかもしれません。またその歴史ある組織に所属する場合は先輩方のご指導をいただけたりとか情報量が多いことっていうのはメリットになったりします。 ですがその組織の主体とかリーダーになることは難しいかもしれません組織の中で何かの役を受けるということは参加のモチベーションにもなってきますまた新しい組織であれば、まあ、若いグループであれば自分が主体で関わることもできますそうするとそこにやりがいを感じるっていうことにもつながっていきますねそして3つ目 えー、組織の基本理念ってどう何でしょうかその組織の基本理念はあなたの理念とか加入目的と合致しているものでしょうかもしこれがねずれてしまってるんだったらなんかそこにわざわざ入る、えー、意味がなくなってしまうとかですね、えー、ちょっと自分はあんまりここに賛同できないんだけどっていうのがあるんだったらば えー、そこは、えー、例えば誘われたりしても、えー、ちょっとそこはねお断りする方が賢明じゃないかなっていうこともあります。是非あなたの本当のね加入したいって思う理由と合ってるかどうかここを選ぶポイントにしていただきたいと思いますそして、えー、4番目そこのメンバーのその組織には何人ぐらいのメンバーの方がいらっしゃるんですかね 多いグループ大きな、えー、コミュニティの方がいいのかそれとも少ないグループの方がいいのかこれはん、まあ、皆さんの、ね、考え方とか目的によると思うんですけど紹介をベースにする組織に加入する場合は人数が多いグループに所属する方がいいでしょうし。 例えば、えー、本当に、ね、仲のいい仲間と過ごしたいというのであれば少人数で深い濃い関係性を作れるようなところに参加されるのもいいと思います。そして5つ目、ですねメンバーシップの質はどうでしょうか。そこに所属されているメンバーの人たちは あなたにとって一緒に時間を過ごしたり仕事をすることを楽しめるタイプの人たちでしょうかねえまた彼らが加入してどれぐらい、ね、経ってらっしゃるどれぐらいの経験を持ってらっしゃる方なんでしょうか,とかまた積極的に活動しているメンバーがどれぐらいいるでしょうかそんなことも、えー、実は、えー、事前に確認しておくといいですよね。あんまりやる気のない人たちが、 あいたりするとなんかそういうネガティブなことに影響されてしまうこともあったりしますしそこに所属している方たちがそのグループコミュニティに対してどんなふうに考えているのかどんなふうに思っているのかなんていうことも聞いてみるといいかもしれませんねどんなここにいるとどんな楽しいことがありますかどんないいことがありますかでそれに賛同できるような えー、ところだったら、えー、きっとあなたもね同じように楽しめるでしょうし、えー、成果を上げられるなんていうことが起こってくるんではないでしょうか。えー、コミュニティもういろんな種類があるから、もう一概に言えないところもあるんですけど、皆さんの目的に沿った、目的に合った、えー、素敵なところにね、えー、加入されて、皆さんがそこをうまく活用できるといいですよね。 ちなみに私はですね、えーまあ、異業種ビジネス交流会で毎週リファーレル、紹介を交わすことを目的にした、えー、会にも参加しています、まあ。そこの主催にも携わってたりとか、以前は運営本部の運営側にもいたりしているので、ものすごいやりがいを感じてました。今ではその組織も えー、全国で1万2000人を超えるような大きな組織になりましたし私自身が、えー、実際に運営しているところってのは40人ぐらいのグループなんですけど40人の経営者と毎週毎週そのビジネスを交わしたりですとか情報共有をする、えー、こういうなことが私にとってとっても楽しかったりメリットだったりするし仲間のために何かお役に立てるっていうことがとってもやってて楽しいんですよね。 でここではね自分の知らない、えー、業界、今まであんまりなじみのなかった業界の専門家がいろんな業界の専門家が集まっているので、えー、その業界のトレンドが聞けたりですとかいち早く情報をキャッチできるなんていうことがあります。えー、私はね、すごく最近で役に立ったなと思ったのは補助金。 とか助成金の情報これやっぱ自分で調べてもあの、まあ、もちろんネットで情報は出てきたりはするんですけどえでもこれどういうことだろうとか結構ホームページに書かれてることが難しくてよく分からないことってあるんですよね。そういうのを気軽にその専門家にこれちょっと教えてくれませんかなんていう聞ける仲間がいるっていうのはとっても私にとっては助かるしありがたいなというふうにいつも感じています。 で、えーまあ、自分だけじゃなくてですねいろんな経営者ってやっぱ悩みがあるのでそれを、えー、こういう時どうしたらいいんですかとか、えーね、経営者の先輩だったらどんな風に乗り越えましたかなんていうことを話せる仲間だったりとかあとはその中でもね特にこうこう気心知れた人たちも、えー、たくさんいますのでそういう人たちといやちょっとさー 飲みたい気分なんだけど付き合ってくんなーみたいなえそういうことができるのもすごくいいなっていうふうに思っています、えー、皆さんの仲間の、ね、その専門性の知識とか技術を持って助けてくれる方がいらっしゃったりとかあとは、えー、皆さんはサポートしてくれる精神的にサポートしてくれる例えば愚痴を言いたい時には、えー、こんな人にいつもねちょっと付き合ってくれないとか 落ち込んでんだけどとかっていう時に、えー、お会いする人とかまたは楽しいことがあった時に、えー、こう楽しいこととか嬉しいことがあってもうすっごいめっちゃ嬉しいからちょっと一緒にお会いしてよ付き合ってよなんていうお友達もいたりとか、えー、そういう方たちとのコミュニケーションっていうのをぜひね、えー、皆さんも持ってらっしゃると思うんですがさらに深めでの 深めたり同じような、えー、価値観を持ってる人たちが集まってるとその方たちと長く深く、ね、素敵な関係性を継続することができますよね。まあ、それがコミュニティのとととっっててもいいいいころじゃないかなかう,うに思ってます私の今所属しているビジネスコミュニティは、まあ、そんなね、えー、プロフェッショナルたちが集まってるので毎週毎週本当に刺激を頂い,いてます。 また、他にもですね全然そういうビジネスと関係ないコミュニティっていうのもあって、えー、私が運営しているのは母校のね日本体育大学で箱根駅伝を応援するという OBOG 会があるんですけど、えー、クラブとか学年とか学部とか一切関係なくって母校のとにかく箱根駅伝を応援するっていうためだけに集まってる OBOG 会があって。 えー、今年ね、丸10周年になったんですよね。いや、もうそんなやってるんだと思ってね、この間びっくりしちゃったんですけど、えーまあ、年に3、4回、えー、集まってるんですけど、えー、1月の箱根駅伝を,をじゃあ、どこで応援しようかとかね、えー、今年はどんな戦略でやるか、て戦略とか、そんなね大げさなことじゃないんですけど、えー、各地からその、 応援の応援の応援大臣会に、えー、参加したいという方もいらっしゃって、で私の同期の同級生が、えー、東京の神田というところでお料理屋さんをやってらっしゃるので、そこをいつも会場にしてるんですが、まあ、格式あるお料理屋さんなんですが、そこにですね理事長以下、えーまあ、似たりでもね、えー、世界的にも、えー、有名なオリンピック選手だった、えー、先生方もいらっしゃったりですとか。 そういう方々ともう種目とか一切関係なくてとにかく箱根駅伝ね、えー、それを応援するっていう,もう名目があるので集まってきた方たちの会話はもちろん箱根駅伝ですしそういういろんな方たちとの情報共有っていうのがねとっても楽しい会をもうほんとね10年やってるってすごいなっていうふうに思ってます。 もしこれをお聞きいただいているこの番組をお聞きいただいている方で日本体育大学出身の方がいらっしゃいましたらぜひ箱根駅伝を応援する OBO 次回日体大花房会にお越しいただきたいと思います <laughs>、えー、ご興味ある方はですねアセンティブジャパンのホームページもしくは FM 犬のワンのメールの方うに、ね、お問い合わせくださいあこの花房会のことはねお話ししたのは初めてかもしれませんねはい まあ、皆さんの、ね、母校を愛する気持ち、応援する気持ち、えー、皆さんも、ね、いろんなご出身でいらっしゃると思うので、そんなことを共有できる仲間とのコミュニティになっていうのもとっても楽しいと思います。他にもですねあとお,おすすめのお友達を紹介するという、えー、響きの会というのも運営側に加わっておりました。そこは、まあ、ビジネスマッチングはあってもいいんじゃないぐらいな、緩い感じなんですね。 でおすすめのお友達、まあ、とっても素敵なお友達を紹介しようということなんです。でこの、えー、コミュニティができたきっかけっていうのが、まあ、発起人になった人たちが4人いらっしゃるんですけど、えーまあ、のビジネス講座かなんか、一緒だったらしいんですよね。でそこで意気投合して、とっても素敵な方たちだったので、この講座が終わってもまた一緒に会いましょうよ、引き続きあのお付き合いしましょうよということで。 で、えー、お会いしてまた飲んだりしてたらしいんですけどもうなんか変わり映えしないメンバーだしなんかおすすめのお友達を今度誘って一人が一人連れてきて、えー、今度集まりましょうってやったのがきっかけで4人が8人になって8人が16人になって16人か32人になってっていうのを繰り返し繰り返し繰り返しやってたら今1800人ぐらいになっちゃってるんですよね。 すすごい回なんですよ <laughs>、まあ、もちろん1,800人が全員一緒に参加するわけじゃないんですけどでも私もその中でお友達に誘われてそこに参加させていただいたのがきっかけで、えー、私より34ヶ月後に入ってきた方が実は今の仕事のきっかけをくださって、まあ、人生私の人生が変わるような出会いだったりもするんですよね。 でそこでお会いしている仲間も、えーまあ、コンセプトが、えー、仕事やプライベートに前向きで心と心が響き合う楽しい仲間の集いっていうのがコンセプトなんです。なので本当にねそこにいらっしゃる方がとっても素敵な方ばっかりなので、えー、いつ行っても誰と会ってもとっても、えー、嬉しいというかあの楽しい会ですね。ただ普通にお食事したりするだけなんですけど。 その誰かの紹介で来てるっていう方たちとのなんかこうお初めましてなんだけどすぐ打ち解けられるような感じだったりとか、えー、すごいこうポジティブの方たちがいらっしゃるので、えー、そういう人たちの刺激っていうのはとっても私は、えー、ありがたいしそういうの大好きでいつも参加してますなので、えー、このコミュニティっていうのもいろんな目的があると思うんですけど もちろんそのお仕事に直結するような活動のコミュニティもあれば、えー、趣味のコミュニティもあるでしょうし、まあ、仲間を増やしたりとか、えー、そういう楽しみというためのコミュニティもあると思います。是非皆さんがですね素晴らしい、えー、そういうコミュニティどんなとこ所属してるよとこんな活動してるよっていうのがあったら是非、えー、コメントいただけたら嬉しいです。 ね皆さんがどんなのに参加しているかすごく興味あるなぜひ教えてくださいお聞きいただいている皆さんがね有意義なコミュニティに参加して楽しんで成果を出すための、えー、参考になれば嬉しいですさらに学びを深めたい方はぜひアセンティブジャパンのプログラムもご体験いただけたらと思いますさてさて、えー、番組からお知らせをさせていただきたいと思います 私、毎月開催させていただいてます、リファーラルマーケティングの学びの講座ですね、基礎講座なんですけど、リファーラルサクセスオンラインセミナー説明会です。毎月開催してるんですけれども、8月は終了しておりまして、今度は9月です。9月13日水曜日、14時から16時30分、2時間半ですね、こちら3300円です。 いつも開催させていただいてます詳細お申し込みにつきましてはアセンティブジャパンのホームページ<話> https-shu-japan.acentive.com カタカナでアセンティブジャパンと検索していただいても出ますこちらからお願いいたします本日もねお聞きいただきましてありがとうございました早いものでお時間になってきましたけれどもまだまだね暑い日が続いております えー、この中ねもう水分をぜひ取っていただいて熱中症の対策もしていただきたいと思います私ね実はねあのー、実際に熱中症で、うんえー、倒れちゃったことがあるんですよねなので本当にその怖さっていうのも経験してますから、えー、皆さんも本当にお気をつけいただきたいと思います急にクラってきますからね 水分、そして、ね、あの、ただ、お水だけじゃなくて、ね、塩分とかも取ったり、ちゃんとお口からね、栄養も取ってください。えー、今日は一週間の始まりです。お仕事中の方、コーヒータイムの方、運転中の方も、お聞きいただきまして、ありがとうございます。まだまだ暑い日続きますので、お気をつけて、お過ごしください。どうぞ、素晴らしい一週間と、素敵な一日を、アメイジングビジネスアンドスペクタクルライフ。お相手は池田あゆみでした。それでは、また来週、いってらっしゃい。